ある時にその宇宙のこういう星のこういう写真といわゆるこう顕微鏡で見た写真っていうのが相当似てるっていうことを考えた時に、もともとその大きさっていう単位は人間の自分のこの体の1メーター半ぐらいの尺度で考えた時に宇宙は大きい、あの顕微鏡見た世界がちっちゃいって決めてるだけで、あの別に見方の問題だけでほぼ同じものを見てるあのわけなんじゃないかなと思って、とすると宇宙の果てって一番わかんないものって顕微鏡クラスの一番こうすぐ手元にあるものをむちゃくちゃこう見続けることで、あのはっきりした答えは得られなくても相当 何らかの答えは得られるんじゃないかっていうような感じがして、でまあ解剖もそれとちょっと近くて、際限なくその手元のその体の仕組みをこう最後の最後で見てあの分かるものっていうのもあるんじゃないかなっていう発想だったんですけどね。確かに台本にも解剖映画って最初書いてあったんです、はい、解剖映画プロジェクトってタイトルが決まってない時、何の映画だっていう感じなんですけど、広大な無意識な領域の広がり、そこでは抑圧された欲望が潜在意識として、あのずっと僕の映画同じテーマなんですけど、その都市っていう東京という都市と人間というの関わり で結局ずっとそのテーマにしてたのは、その自分たち生きている人間 その肉体っていうものの希薄っていうんですか、なんかなんとなくその存在が薄くなってきて、なんかこう脳みそばっかりがだんだん大きくなってって、肉体のこう感覚みたいなものがだんだんこう希薄になっちゃってる、世の中になっちゃってるっていう恐怖感があったもんですから、それがどっから来るのかなと思ったら、多分そのみんなあのいつか死んじゃうっていうこうあの現実的な現実のことなんですけど、そういう恐怖がほぼないからなんじゃないかと思うんですけど、なんとなくあの現実世界があの現実なのか夢なのかこう曖昧になってくれる、いわゆるバーチャルリアリティとか言われている世の中ですと、なんかそのいつか死んじゃうっていうすごいリアルなことがだんだん分かんなくなってきちゃって、今生きてることがなんか夢みたいに思っちゃってる。でそんな時にあのそれはなんでかな、なんでそういうふうに思っちゃうのかなと思うと、その現実世界で死体っていうのをもう見る機会があのなくなっちゃってるからだと思ったんですけど、この都市生活では何ですかね、妙に隠してるっていうか感じがするんで、なんかその死体をこう見るっていうことで、現実はこれいつか自分もこうなるっていうのをこう見ることで、今生きてる自分っていうものをこう実感できるっていうか、そういうことをあの描いた映画を作りたいっていうのをずっとまあ思ってたんだなっていうことにだんだん気づいていく。多分その死体をやっぱり見ることの重大さとか必要性っていうのはあのきっとあるんだろうな、この今生きてる現代の人にはっていうのがその10年前に確信したんで、そこからいよいよ本当に作ろうと思って、とにかくその死体っていうものをものすごくこうものすごく極限まで見つめてしまう男の話っていうのをこう作りたいっていうことで、だんだん逆算して医大生の話であの好きなその女性の亡くなった後の体を解剖するっていうプロットはできてたんですけど、ただもう本当に簡単なプロットだけでディティールは全然なくて、で実際の解剖を拝見してからもうディティールが一気に細かく決まっていったっていうような順序ですね。まずビニールを取り外してください。布切れは実習中は必要なところだけ外してください。乾燥を防ぐためです。その初めてこうそういうあの死体っていうテーマを思いついた15年前から、あのずっとやっぱりこの解剖の本とかがあの本屋さんで見ると、まだどんな映画か作るか決まってないんですけど、なんかその本はやっぱり買ってしまってこう見てしまうっていうのが続いてて、まあずっとそういうことを思ってるうちに、あのちょうど6月の蛇の仕上げの頃にある医大生の方と知り合いになって、もしかしたら見せてもらえるかもしれないっていうんで、でまあ、あのすごい綿密なあのこう嘆願書に近いような企画書、映画の企画書を書いて、まあ、そのある大学に持って行ってお願いして見せてもらったっていう。後継菌が皮膚にくっついちゃうだろ、いいって口して首に浮き出んのが後継菌。もうその方と会って実際見てからは早かったですね、いつもよりは。随分いつも映画作るのむっちゃ時間かかるんですけど、すごい速さでプロットから台本になって、でもうそのままどんどん映画化していったという。あの僕自身はまあ笑っちゃうんですけど、あのレオナルド・ダ・ヴィンチを現代に蘇らせたらどうだろうっていう感じで始めたんですけど、
まあ、僕自身があの美術学科で絵をずっと描いていたんで、世の中の全部のものを絵に描けたらいいのになってなんか思っちゃうんですけど、もうあの例えばパッと見てコップでもあの鳥でも人間をうまく描けるように一番なりたいんですけど、人間のいろんなどんなポーズも上からも下からもあのポーズをこううまく描けるっていうのは、あの見る観察力もあるんですけど、こういう骨がどうついてるのかとか、あの肉か筋肉がどうついてからこういう形してるんだっていうことが分かった方がよりあの正確に描けたりする。筋肉のつき方さえも全部こう分かって、世の中のそういう人間の体も動きも全部含めて描けるようになりたいななんて思った時に、あれこれもしかしたらあのその昔にレオナルド・ダ・ヴィンチがその絵を描いてる時もきっともしかして同じようなことを思ってたのかな、思ってたんじゃないかなってポッと思うようになって、人間の体を自分でも解剖してすごい緻密にうまいデッサンでこう描いてるんですけど、多分同じように全部をこう描いて何かをこう把握したいというか掴み取りたかったのかなっていうことで、多分あんだけデッサンを描いたんだろうってまあ想像したわけなんですけど、それで今度のその主人公はあるこう一人のアイスジュストの体をむっちゃこう描くことで何かをこう掴みたいっていうふうにあの思う男の話なんですけど、いよいよ解剖実習か。まあイニシエーションみたいなもんだな、医者になるためのな。今までやってきたことが、まあ、お子様ランチだったことすると思うの。嬉しいけど、たった3年で修復、ここまで良くなったのが、それが一番嬉しい。まあ一番基本は医大生の話なんで、あのもう医学生はできないよっていうこととか、まあ、学校の先生の役とかもあるんですけど、今まであの割とこうやんちゃにその都会の中で生きているあの自分って何みたいな感じでこう暴れまくってはいたんですけど、もう僕は医大生できませんから、やっぱり若い人に役者にお任せしようって思って、でお任せするにあたってはあの本当にあの好きな役者さんにお願いしたいって思ってて、で、まあ、浅野さんもともとすごいあの好きな役者さんですけど、さらに今度の映画ってあの記憶のない男の話なんで、なんかこう記憶のない男を演じるのを何て言うんですかね、いかにも演技でこう演じると非常にこうわざとらしくなっちゃうんで、わざとらしくならない役者さんって言ったらやっぱりこう浅野さんかなと思ってまして、でお頼みしたんですけど、やはりあのものすごい透明感っていうんですかね、記憶のない人のすごい透明感みたいなのがあって、望んでたのはこういう方なんだなってつくづく撮りながらも思いましたけど。私知りたくなかった。ずっとその鉄道津田台からテーマにしてたのが、そういう東京っていう都市の中でその自分たち人間がいるわけですけど、まああんまりこう居心地よくいるというよりは、なんかこう居心地よくっていうか、すごく居心地がいい場所なんで、逆に居心地が良すぎてなんかそこに何にもしないでふわっとこう気持ちよくいて生きていけちゃうもんですから、なんかこう生き死にの清潔な感じっていうものを、こう清潔じゃない、むしろ生き死にの荘厳ななんかものに触れる機会もなく、ふわっと夢心地に暮らしてるっていう感じがしたんで、なんか自分だけじゃなくて周りの人もなんかもしかしたらそういう平和な状況にこう甘んじてぼーっと部屋ボケして暮らしてるイメージがあったんで、なんかそういう自分の頭に、あるいはそういうあの人々の頭にこうハンマーの鉄槌を振り下ろすような映画をちょっと作ろうと思って、で自分もこう目覚めたくてゴンゴンとこうハンマーで自分の頭を叩くかのような映画を作ってたんですけど、それはまあそういう都市というコンクリートの中で自分のは何、自分の体はどこにあるのと苦悶している人たちの姿だったっていう感じなんですけど、なんかそういうあの東大元暮らし的にその自然というものが自分の体すぐ目の前にあるっていうようなことにだんだん気づいていって、でそのことをそこに目を向けた瞬間になんとなくどっかで気持ちがだんだん安らいできたというか、まあ、6月の蛇はエロティシズムなんで相変わらず悶々とはしてはいるんですけども、なんかその6月の蛇からさらにこのビタールっていう肉体という自然にカメラがもうすごく際限なく見ていくと、まあ映画でもそういうの現れてますけど、なんかこうコンクリートがだんだん消えてって、肉体という自然のこうトンネルをくぐり抜けてボコッとこう大自然のこう風景の中に自分がこうポコンと突き抜けていったような気がしたもんですから、
なんかそういうある種 の, あの空気感っていうか、多分こう大自然の気持ちのいい、少し涼しくもあるような、あの居心地のいい空気に触れてるような気分がビタールではしながら作っていたんで、